こんにちは、リングジャケットホールセールの半田です。こんにちは、リングジャケットグランフォン店の中村と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。まあ早速なんですけど、はい、今日は2020秋冬の、まあ、ジャケットを使った、中村さんがコーディネートを組んでる、いただいてるジャケットなんですけど、はいはい、まあ、どういったところがまずポイントなのかなというところをお伺いしてもよろしいですか。はい、はい、まずジャケットに関してはこうツイードの本当にガシッとしたツイードになるので、はい、こうもう本当に手持ち感あって、まあ、ぜひ秋冬に着てほしいナンバーワンぐらいの、ね、ジャケット個人的に、はい、ジャケットかなと思います。で、まあ、色合わせに関しては全体的に上着に関してはブラウンで合わせているんですが、はい、こうなんか自分の好きなポイントとしてこういう異素材の、ものにこうシルクであったりこうウールのツヤっぽいものを合わせてちょっとこう品があるような着こなしっていうところが好きなので、なるほど、この合わせに話しました。そうですよね。なんとなくですけどこう、うん、これツイーリーなジャケットだと、うん、まあ、ウールコのタイとかっていうのも、うん、まあ、こう想像しがちというかそういうの合わせてしまい、はい、僕は合わせてしまいがちなんですけど、うん、まあ、ちょっとこういうツヤっぽさを出てるっていうのが、うん、なんか中村さんらしいかなと思うんですけど、まあ、ちなみにこのツイード、はい、まあ、結構こう秋冬シーズン、はい、今シーズン結構こう押してると思うんですけど、まあ、色味も結構こう綺麗というか、うん、っていうところで、まあ、どんな感じの、まあ、この色の構成になってるのかなと思ってよく見てるんですけど、はい、結構すごいいろんな色入ってそうですね、まあまあ、ベージュであったりブラウン、あとオレンジとか、はい、結構さまざまなそういうブラウントーンの色味が入っているので、非常にこう雰囲気いい仕上がりになってるかなと思います。なんかこう温かみもあって、うん、まあ、英国らしい、そうですね、まあ、ザ・ツイードっていう感じなんですけど、うん、まあ、生地は実はね、うん、フォックスブラザーズ社の生地を使ってて、はい、まあ、リングジャケットバンチなんかでもご好評いただいたりとか、うん、まあ、僕らリングジャケットスタッフも結構ファンが多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、もちろん今タイドアップしてもらってるスタイルなんですけど、うん、はい、まあ、こういうちょっとツイードのものとかって休日もし着るんだったら中村さんやったらどんな感じで合わされたりしますか。そうですね、まあ、休日に関してはタイドアップっていうところちょっと重たいかなというふうに思うので、はい、まあ、ニットであったりとか、はい、ちょっとこう軽い感じで合わせたいなと、まあ、パンツに関してはデニムで合わせたりとか、はい、そういう感じのイメージかなと思いますね。まあ、ニットもね、最初中村さん紹介してもらったみたいにいろんな色入ってるので、うん、そうですね、まあ、もちろんこうブラウン、ダークブラウンみたいに締めてもらってもいいと思いますし、うん、こうちょっとオフっぽい色とか、うん、綺麗な色とか、まあ、逆にねオレンジみたいなのを合わせていただいてもすごくまとまっていくと思うので、うん、でね、まあ、もちろんねボトムスはデニムもいいと思いますし、うん、ちょっと今ねこういう僕らもミリタリー&ワークっていうところをテーマにしてるんで、はい、まあ、中村さんも結構好きだと思うんですけど、うん、そういうちょっとこうまあミリタリーっぽい軍パンみたいな、うん、かっこいいですね、で合わせていただいたりとか、うん、まあ、次リングジャケットのこの2020秋冬でも結構こうグルカパンツとか、あ、いいですね、雰囲気きますね、合わせていただいてもすごくいいかなと思うので、うん、なんかこうもちろん今タイドアップで、仕事もご提案だと思うんですけど、なんかこういう個人的には、まあ、僕もこうちょっとこうツイーリーのジャケット今日は着てるんですけど、うん、なんかこう本当ニットでもまあ、オンオフ問わずっていう言い方は、まあ、すごくありふれた言い方をするとそんな感じになっちゃうと思うんですけど、なんかこうね早く寒くなってきて、ね、まあ、真冬に入るまではアウター代わりに全然使っていただける、そうですね、コートはね、いらないというとあれですけど、はい、なくても全然暖かく着ていただけるかなと思います。はい、でまたねこの生地感もすごくしっかりしてるとおっしゃっていただいたんで、うん、まあ、なんかこう本当に長年着ていって、まあ、本当に3年5年みたいなところを見据えていただいて、うん、こう体に馴染んできた時、またちょっとくたっとなってきた時もまたなんかいいんじゃないかなと、はい、ね、いうところですね。うん、まあ、我々リングジャケットも今シーズン、まあ、そのミリタリー&ワークっていうテーマにのっとりながら、うん、まあ、いろいろまあ、ご紹介させていただくものもあるんですけど、はい、これちょっとこうツイーディーなジャケットなんかも結構豊作だと思いますんで、はい、ぜひこのあたり、まあ、まだちょっとね着るのは今、ご紹介してる時期はちょっと暑いかもしれないんですけど、まあ、
この秋冬こんなの来たらいいなとか、まあ、こういう合わせしたら楽しそうだなっていうのを妄想を膨らましていただきながら、ぜひこの辺り店頭でご覧いただければなと思います。どうも本日はありがとうございました。ありがとうございます。